7月23日に開幕する東京オリンピックまであと100日。大会に向け、今日から県や福島市が県内10カ所で装飾を行っています。設置されるのは紅色や藍色など大会の5つのイメージカラーが取り入れられた旗など430点。JR 福島駅前では朝から設置作業が行われ、鮮やかな旗が駅前を彩りました。やっぱり明るくなったような感じですね、街が。やっぱり華やかな感じがするのと、あとやっぱりオリンピックが近いんだなっていうのを実感できます。一方、こちらは野球ソフトボール会場の東総合運動公園です。あちらに大きな横断幕が設置されていて、大会を盛り上げようとしています。装飾は野球ソフトボール競技会場の東総合運動公園でも。横断幕や上り旗が飾られ、会場を彩っています。こちらは会場で開会を待つ一人、高橋正人さん。福島に行ってできることがあるんじゃないかと思って。震災を機に福島へ移住した高橋さん、オリンピック開催を前に日々福島を思いながら施設の保守点検を行っています。復興はここまで来たよというアピールする絶好の舞台機会にはなるのかなというふうには思いました。見る方、子どもたちにも感動を与えるプレーがぜひしていただきたいなという願いも込めて日々行っております。